水越車線とは、車線が複数ある道路での車線の区分の一種。新名神高速道路の本線車道、高速道路上に設置されている追い越し車線を呼び、走行車線の表示板法的に必要な看板ではないが、キープレフトを促すために設置されている、もしきず日本では、車道で片側に複数車線がある場合の最も右側の車線のことである。 走行車線を走っている前車を追い越す場合などに限り通行できる車線である。日本の道路においては車両は左側通行のため車両通行帯のない道路では車道の左側によって通行しなければならない。また道路に車両通行帯が設けられている場合は左側端から数えて一番目の車線を通行しなければならない。ただし、 片側3車線以上の場合には低速で通行する場合を除き、自動車はその速度に応じ、最も右側の車線以外の左寄りの車両通行帯を通行することができる。最も右側の車線は追い越しをする場合、右折する場合、道路が分岐、合流する場合、特に標識による指示がある場合等にのみ通行ができる車線である。 追い越しが終わった車両は速やかに左側の車線に移動しなければならない。追い越しが終わった後も追い越し車線を通行した場合、通行帯違反の取り締まりを受ける場合がある。取り締まりは高速道路でよく行われるが、通行帯違反に高速道路と一般道路の区別はないため、片側に車線以上の一般道路においても同様である。なお、 その道路が車両通行帯として指定されていなければ、片側一車線として扱われるので、その取り締まりは無効となる。当然ながら追い越し車線であっても、制限速度を超えてはならず、また、急ブレーキをしなければならない場合などを除き、右折、または標識や標準により指定された車両通行帯を通行するため、及び道路外に出るために、道路の左端や中央によるために、 進路変更の合図を出している車の進路変更を妨げてはならない。分岐が多い一般道、都市高速、一部の自動車専用道路では走行、追い越しの車線区別をなくし、最も右の車線でも追い越し車線とは言わずに単純に右側車線と呼ばれることがある。右側車線から分岐、合流する場合があるためである。無論呼び方には法的効力はなく、 呼び方はどうであれ最も右側の車線は追い越し、右折、分岐等を除き通行してはならない。ただし、右側車線からの合流や分岐があるため追い越しが難しくなることがある。注意点として、外観上複数車線であればその時点で追い越し車線としての効力が成立するわけではない。追越車線であるためには、公安委員会の車両通行隊の意思決定が、 必要であり、道路の建設や、拡張の後に、片側に車線以上の道路であることを、公安委員会に報告し忘れた場合や、片側1車線道路に、無断で白線を引き片側に車線道路に変更した場合などについては、外観上複数車線であっても片側1車線の道路であるから、通行帯違反は成立しない。アメリカ合衆国では、追い越し車線は、 パッシングレーンという。アメリカでは右側通行であり、片側に車線以上の道路では、左側の車線が追い越し車線となっている。ドイツでは右側通行のため、片側に車線が複数ある道路では、右側車線が空いている場合は可能な限り右側の車線を利用しなければならず、左側車線は混雑時を除き、追い越しのみに使用される。また、追い越しは、 追い越される車両よりも十分に速い速度で行わなければならず、あまり変わらない速度で追い越した場合は違反となり、理由なく第二通交代や追い越し車線などに止まることは許されない。また、渋滞時を除き右側からの追い越しは固く、禁じられている。車両が追い越し車線を占有している場合も許されず、このような場合には、警察は車両を停止させ、両方に罰金を課す。 左側車線が混雑しているか低速で走行している場合にわずかに速い速度で追い抜くことができる。上り勾配における車両ごとの減速に対応するために車線を分離するものとして都販車線がある。また、地方部など都市間距離が大きい区間では多様な希望速度を持つ車両が混在するため、後続車両に任意に車線を譲ることができるよう、 設けられる車線が、日譲る車線である。追越車線とは、低交通用語時点、追越車線通信用語の基礎知識道路、交通法施行例、第9条東京外環道で2400人、後適発埼玉県警、車両通行帯違反日本経済新聞車両、通行帯違反で後適発富山県警、産経ニュース、英語改訂四版 JTV パブリッシング、二千九年、 147ページ。ブルーガイド編集部、ブルーガイドわがまま歩きアメリカ西海岸実業の日本社、2017年、P322AB、ストラシンバーキアーズオードン,ング7ベンツンフォン、ファーストライファンディーヒクラフトファールツェジア。5絶 M、インターネットで、2019年8月25日閲覧。ストラシンバーキアーズオードン,ング5番ゼ覧。5イム。 インターネットで、2019年8月27日閲覧。ファーアトトナンウーバーダイアーテイランアイナーバーワルトナン、リージェルサセフュアゲルドバソンウントダイアノードトナンアイネス、ファハーバーボッツベイガンウォードトナンズウィドリグケイトニム、ストラシンバーキアンリッチバスケルドカッタラグ。2019年8月27日閲覧。18ミットニヒトウェザンテリックホーハーラー、ジェシュウィンリグキットオストデアズ。 バーホレンド・バーホルト・ヒューズル車線の設置効果に関する分析パシフィック・コンサルタンツ2018年5月3日閲覧ありがとうございます。